ございます。あれなんかミュートになった。間違えた。え、間違えた間違えたってどういうこと。ありがとうございます。スピーカーにしようと思ってミュートをしました。すいません今あの布団です。あ、すいません。ありがとうございます。はい、スマホです。あ、スマホからおはようございますですね。あ、おはみよーん。あ、おはみよーん。昨日ね、遊び大全のとつまちとかもしてたもんね。あ、はい、何回ぐらい勝てたの？3番勝負を3回やったんですけど、2-1、1-2、1-2だったんで、4回勝ったけど、トータル負けました。ポルカ先輩なんですけど、うん、なんかリバースでボコボコにされて、うん、あれここにしか置けない、いやここんみたいな、なんか気づいたら窮地にもうなってて、え、うん、すごかった。ポルカとネネチだったかな、誰かとやった時になんか本当に完封試合ぐらいでポルカが勝ったみたいなのは聞いたことあるかも。やっぱやってんな。ちょっと今度うちもね対戦してみたいなってちょっと思った。え、やりたーい。やりましょうよ。勝てるかな、うちもリバーシー。これ結構強いですよ。え、本当に、うん、そうなんだ。本当かな。なんか全く同じセリフをうちもなんか一回ね全然違う関係ないとこでロボコ先輩とリバーシやって、うん、ロボコ先輩が「え、僕結構強いよ」みたいなこと言ってて「あ、そうなんだ」って言いながらやったら、うん、ロボコ先輩のことボコったことあったけど。あれ、ミャン先輩結構じゃあ強いな。いや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 、そんなことはない、そんなことはないよ。今着ているパジャマの色は何色ですか？これはミコニエさんに買ってもらったセラピー系のそういうピンクな感じのやつです。あー、かわいいですね。かわいい。オーソロッチです。あらら。おはようございます。おはようございます。あ、寝てましたか、姫様。いや、待機しておりました。あ、待機してたの？偉いなぁ。はい。なんか昨日、あれだったんだって。なんか、潮干狩りに。潮干狩り行ってきました。なので、今とてつもなく眠いです、うん。いや、そうだよね。潮干狩りって結構大変だよね。すごく体力を使って、体が痛いです。起きてたけど、すごい寝起き感はすごいな。ちょっと声がはがらからしてますね。めちゃくちゃ楽しかったけど、日焼けしちゃって、腕がヒリヒリします。どれぐらい取れた？朝、しじみ？朝4、2時間くらい、ひたすら穴を掘って掘って探して、1キロは取れたと思います。いっぱい取らないともったいない。今着てるパジャマは何色のパジャマを着てるんですか？パジャマは今、ネイビー。あ、紺色。紺色のパジャマ着てます。おー、いいですね。おはようございます。元気。おはようございます。起きてました？全然起きてあ、全然起きてた。なんならさっきのルーナさんのやつ、うん、なんか見ようと思って電波悪すぎてコメントしか見れなくて。みんな、かわいいみたいな言ってるから、あ、なるほどね、みたいな。寝起きでかわいい感じを出してくると思ったから。寝起きでかわいい感じがいいんだなって思いながら普通に来たって感じね。おはようございます。ちょっと。
もう無理眠い。遅い遅い。それ遅いよ。もうちょっと一番最初にやらないとそれ。ちょっともう遅かったか。ちょっと遅かったな。バレてるなこれ。バレちゃった。朝強そうだな。はーちゃまは。朝だ強いよ。もう朝早起き。最近早起き習慣ついてきたから。偉いね。いやでもみおちゃんもね、ゴールデンウィークに朝活してんの偉すぎるでしょ。あ、まあ、はい。あ、でも、そっか、なんか、お、今起きたみたいな。言ってたね。ちょっと、ね、おとといちょっと寝坊させていただいたんですけど、そうですね。いやでもさ、そんなね、毎朝起きてたら寝坊もするわ。いや、初日にやらかしたんで。初日だったんだね。そうっすね。初日はちょっと何も言いようがないな。あ、そうっすね。逆突でね、誰かメンバーが寝坊したとしてもね、もううちは何も言えなくなってしまいました。うん、今回のこのホロライブ逆突で、唯一寝坊したものということになっておりまして。パジャマとか着てるんですか？そう、それもさ、さっきもう部屋着に着替えちゃって、なんか、その、とつまちの質問見ただけ、パジャマと思って、あ、もう着替えちゃったわ、と思ったんだけど、パジャマは、なんかピンクの、なんかピンク色にハートがついてるやつね。あー、かわいい。うんうん。今は白い T シャツと白い短パンを履いてる。あ、なるほど。シンプル。うん。メルちゃんは、朝メロを今やっているらしくて、でなんか放送中だけどかけてもいいからねって言われてる。ちょっとチラッと覗いてみよう。配信してないです。この夜のメルは偽物だよ。なんか言ってるぞ。配信してないです。この夜空メルは偽物だよってたまたま開いたら言ってましたね。もしもし。あ、おはようございます。おはよう。あ、あれあれ、なんかメルちゃんじゃないかな、これ。あ、いや、なに、どうした、みおちゃんどうしたの急に。いや、なんかメルちゃん、朝メルやってるから、あ、全然寝起きとかじゃなくて普通に出るかなって思って。いや、さっきまで寝てたのよ。あ、配信中で寝ちゃってて、今通知音で起きちゃったわ。なるほどね。寝起きのメルちゃんの声こんな感じなんだ。え、あ、あ、いや、え、これ配信入ってるの？もうやめてよ、みおちゃん。突然表現した。やだ、もうエッチ。大ジャマルって言われてる。オロチマルか。大ジャマル。いいじゃん。うん、漢字そのまま読んじゃった。誰よそれ。いつもはさ、何時ぐらいに起きてるの？いつもは、夕方の6時とか。標準的ホロライブメンバーだ。だって、だってやっぱ夜空メルだからね。ヴァンパイアだしね。まあまあ確かにね。うんうん、なんか許される。まあまあまあ、まあ許され、まあまあまあ、ホロライブメンバーはまあ大体許されてる感じあるけどね。うん、ね、いつもは何時ぐらいに寝てるの？朝の、まあ、7時とか。あ、標準的ホロライブメンバーが寝る時間だ。そうですね。はい。もう、私もホロライブなんで。あ、ちなみに、メルちゃんは今、うん、パジャマ？今は部屋着かな？寝巻きと部屋着は違う？うん、そうだね。あの、部屋着はなんかちょっとモコモコの、これで寝るとびしょびしょになっちゃう、汗で。あ、暑くてね。ピンクと白かな。あー、かわいいですね。え、みおちゃんは何してるな？あ、うちは、ちょっと待って。え？裸？いや、違う。やめてよ。去年全く同じ質問を受けたことがあって、その時と全く同じ T シャツ着てて。あ、そうなの？ちょっと今。すごいじゃん。チベットスナキツネの T シャツ着てます。なんでだ。なんで運命。たまたま
に。うん、たまたまチベットスナギツネの T シャツ着てます。一回終わったわ。もう一回かけてみます。お、あ、おはようございます。うん。寝てたんでごめんね。いや。おはようございますしか言えなくなってる。大丈夫だよ、ゆっくりゆっくりでいいよ。お、2回出れてない。お、ね、2回で出れてるよ、大丈夫だよ。出れたよ、偉いね。ありがとうございます。うん、起きれないかなって思ったもん。電話で起きた。うん、あ、電話で起きたの。昨日ね、5時半に寝たんだって。そうです。昨日ね、77万人耐久やってね。うん、やりました。うん、ケーキ食べてね。食べた。うん、おめでとうだったね。ありがとうございます。うん。いつもは朝何時ぐらいに起きてるの？でも今日はちょっと昼夜逆転しちゃったけど。そうだね。うんうん、いつもは7時とか。あ、7時とかに起きてる。あ、7時とかに起きてんの？昨日とかも7時に起きました。えらい。これはホロライブメンバーの中でも最上位に位置する偉さ。え、じゃあ、夜寝るのも早いってこと？え、めっちゃ早いっすね。配信があったら11時とか12時、24時に寝て7時とか、早かったら5時に起きるです。あら、偉いねー。やばい、まあ、うん、面白いこと言えない。もうね、8時に寝て3時に起きるとか言えばよかった。それだとね、あのホロライブの中では普通になっちゃうから。確かに。今寝てるパジャマは何色？でも今日は服着てるから。うん、着てるんだ。着てないの気もあるのかな。着てないのもある。今日は紫。あ、紫のね、パジャマいいね。はい、うん。おお。あ。え？おはようございます。おはようございます。あ、寝てました？寝てます。寝てましたね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。昨日の夜何時ぐらいに寝ました？あれ？5時。5時？やべえ、ここにも攻めてるやつがいる。トツ、9時にトツ来るって分かってながら。え、カネタいつもは何時ぐらいに起きてんの？あ、でも、午前中に起きますよ、結構。あ、ほんとに？あ、そうなんだ。意外と、えらい。えらい。え、ちなみに、うん、今、布団、あ、いなくなった。どうした？カナタ、消えた。カナタが消えた。あ、お、大丈夫か？なんかいなくなったね。あれ？あ、いた。あ、いたよ。もうずっといたよ、うちは。ミオ先輩寝たかと。寝てねえよ。やべえだろ、こんな放送してる時に突然。もうそれは寝てるんじゃなくて、もう多分気絶してるわ。それはそう。どんなパジャマ着てるんですか？パジャマ？ジェラートピケ。あ、みんなジェラピケ着とるな。え？やっぱジェラピケやな。ジェラピケの何、どういう柄の着てんの？ジェラートピケホームマカロンが。マカロンがね、普段着やんっていうコメントが多いんですけど。そうです。あ、そうなんですか？
ジラピケです。風かけませんちょっとジェラピケ以外の服も着ていただきたいでも最近ね、新衣装もらってね、すごいめっちゃ可愛い新衣装。あ、かなたん？かなたんちょいちょい気絶するのなんなん？かなたん？かなたん？ん？あ、かなたん？どうした？ちょいちょい気絶するやん。どうした？アラーム鳴った。これアラーム鳴って消して、それでいなくなってるわけだ。それだじゃないんだわ。でも遅いわ。この時間のアラームは完全に手遅れですね。ですね。はい。そういえば。遅いね。